亜鉛よりも鉄の方が非常に影響があったということですね。大きなマクロの視点から見ても鉄って非常に、ね、成長にとって重要なんだということが分かってきます。身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関する答え信じていきたいと思います。身長伸ばしとは言いますが、チャンネル登録よろしくお願いします。本日お話しさせていただくのはズバリですけど、身長伸ばす方法鉄編ってことで、第2弾かな、ちょっと忘れちゃったけども、鉄編のね続編というような形で2023年3月の最新情報を、ね、皆さんと共有していきたいかなというふうに思っております。身長伸ばしたい皆さんですね、見ていただいていると思います。この70年間ね、日本人の平均身長何センチ伸びたでしょうか。いつもお伝えしている内容なので、ご覧いただいている皆さんでももう知ってると思うので、1950年の日本人の平均身長は男性 161.5cm、女性の方が 150.8cm、それに対して2021年の日本人の平均身長が男性が 171cm、女性が 158cm ということですね。男性であれば 10cm 弱、女性であればね、7センチ程度かな、身長伸びたというのがこの70年間になります。で、この70年間で、ね、何がそういうふうに身長を大きく改善したのかというふうに言われれば、明らかに栄養の改善だというふうに考えております。その中で、ね、改善すべき栄養素として、重要な項目として、タンパク質が重要でしょう、そういったお話をね、過去に何度もしております。それとしてね、まあ亜鉛も大事だとか、そういったこともお伝えします。さらにね、重要なポイントとして、現在では最も重要な要素なんですかというふうに言えば鉄というふうに答えております。鉄に関してはですね、まあ、ミネラルということで、亜鉛もね非常にね私の動画に人気ですけども、それに匹敵する、もしくはですね、それ以上に重要な要素として現在考えております。実際に治療を来ていただいている方に関して言うと、積極的に鉄を処方しているわけなんですけども、鉄で、ね、どういったデータがあるのか、そういったところを一緒に見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。まずは前回の復習からしていきたいと思います。そもそも鉄って何かっていうところで見ていくんだけども、前回ね、動画でもお伝えしています。鉄で身長伸びるのが本当か、副作用に注意っていうのはね、動画でもお話ししています。その中で論文で紹介しますね。ライナーグロースインチルダミズ、アイエンディフェシンシアネミア、ビフォーアンドアフタートリートメントということで、鉄欠乏性貧血のお子様に鉄をですね、治療したらどうなったかっていうとね、前回動画で共有させていただいております。これ大体1歳半ぐらいのデータの子になりますけども、鉄が欠乏した状態だと、年間成長率が 7.5 センチ。それに対して鉄をね、しっかり補充していくと、13.2 センチまで改善したということで、鉄が欠乏した状態からそれを改善すると成長率が 1.76 倍にもなる。逆の表現を使うと、鉄がね欠乏してしまうとね 1.76 分の1になってしまうというところになりますので、ぜひねそういったところを改善していくと身長にとっていいでしょうというところになります。ですので、まあ、この70年間でもしかしたらね大きく改善したのは鉄なのかもしれないというのが、ここはね、まあ、一つの推察が立つわけになります。これ一つの論文というところで、他の要素で少し見ていきましょう。例えばなんですけども、どうしてそもそも鉄が重要なのかっていうね、そういった議論も出てくると思います。これに関しては明確な答えがあるわけではないので、これ一つの私の推察、まあ、アセスメントですね。そういったのを皆さんと共有させてもらいたいと思います。WHO に貧血の基準値とか、こういったところを共有していきたいと思います。貧血ってのはですね、ヘモグロビンという値で評価しております。日本語だと血色素測定、そんな風に表現しますけども、その値がね、年齢によって基準値が違うんですよってところです。じゃあ見てみましょうということで、5歳未満だと11、12歳未満だと 11.5、15歳未満だと12、大人だと13っていうような表現になってきますので、こういうふうに段階を踏んで基準値ってのは異なっていきます。これどういう意味かっていうと、基本的には小さい子供の方がヘモグロビン値は低いよっていう意味になります。このヘモグロビン値は徐々に徐々にこう上がっていくわけなんですね。その上がっていくっていう過程の中で、当たり前なんですけども、鉄を消費しながらヘモグロビン値というのは改善という表現も使えることができるし、大人になっていく、そういった表現も、ね、できると思います。ですので、こういったデータからは漠然とね、大きなマクロの視点から見ても鉄っていうのは非常に、ね、成長にとって重要なんだということが分かってきます。ではね、前回の論文に加えて今回ね2つ論文を用意していきましたので、そちらの方で一緒に見ていきましょう。最初は論文で、ね、ジンク&アイアンステータス&グロースインヘルシーインファンツということで、ボーグレ先生というフランスの先生になります。2000年のヨーロピアンジャーナルオブクリニカルニュートリションの雑誌に載っています。そちらの論文見ていきましょうということで、どんな論文かなって見ていくと、正常なね幼児の亜鉛だったりだとか、鉄の血中のとか、ね、そういったものが成長とどういうふうに関係があるのかというのを検討したような論文になるそうです。ここからね、すでにお伝えしている通り、2018年のね亜鉛欠乏症の診療誌によれば、いろんな論文においてですね、まあ、亜鉛が重要だなんて言われてるんだけど、鉄もどうなのってところね、そういったところをまあ見てる、そんなようなイメージ感でしょうか。今回ね、3歳未満のお子さんをね66人ね検討されたそうです。で、亜鉛だったりだとか、あと IGF-1 という値とかね、鉄の濃度を調べたそうです。これを見てみても衝撃的なんですけども、亜鉛はそんなにね関係なかったということで、この論文上では亜鉛はあんまり関係なかったということですね。まあ、皆さんもね結構ね混乱しがちになると思いますね。全ての論文で全て同じことが書いてあるってことはないです。例えばこの A っていう論文だと亜鉛はいいよと、だけど B っていう論文だと亜鉛は良くないよって、そんなことよくありますので、そういったのは気にしないでください。E というふうに書いてある論文が100個に対して悪いって書いてある論文が1個であれば、おそらく100個の方が正しいでしょう。ただし科学
100とかこういったのは超面白いところが、その100対1がいつか形勢が逆転するなんてこともあるので、そういったところも踏まえて我々専門家はですね、一個の論文に目を傾けることもしばしばあります。ただこのジックに関して言うと、あまり関係なかったって、おそらく統計学的に唯一が出なかっただけであって、決して、ね、暗演が不要だというふうな表現になるような文章ではないと私は考えます。それに対してなんですけども、成長の、ね、程度に関して言うと非常に関係性があったよと、フェリチンって値というところで、フェリチンって鉄の指標になっています。鉄というのはですね、非常に多くの指標を持っています。指標を持っているというのは採血項目を持っているというんですね。例えば一番分かりやすい血清鉄とかですね、血中の鉄の濃度とか、そういったところももちろん検討するような材料になっています。ただし今血中の鉄は非常に変動性が強いんですね。それに対してフェリチンって貯蔵鉄という表現になります。貯蔵鉄と、ね、血清鉄何が違うのという簡単な説明させてください。皆さんね、いくらお金持ってますか？急にお金の話かってことね、びっくりされたかもしれません。あなたがね、お金持ちかどうかを調べるときに財布の中のお金をチェックする、これね一つの方法だと思います。ただしもっとあなたがお金持ちかどうかを見るときは、ズバリですけど銀行の口座にいくらが入ってるかを調べると分かりますということで、それがね貯蔵鉄と結成鉄の違いになります。結成鉄ってのは財布の中のお金なんです。多く入ってるときは多く入ってるし、少なく入ってるときは少なく入ってて、結構変動がついた。ただし銀行のお金ってある程度一定で保たれてる、貯蔵されてる鉄ってそういうことです。なのでそういった鉄を評価するときはフェリチンが有効だなというふうに言われますので、いろんな論文を見てみるとフェリチンって評価されていることが多いです。でそれで私は、ね、よくフェリチンって値を元にですね、鉄のね体内どれがあるかというのを評価していくような形になります。ということで2000年に出たフランスの論文によればですけども、正常な幼児に関して言うと肝炎よりも鉄の方が成長に非常に影響があったということで、ね、鉄重要なんだなっていうポイントになっています。今のね論文に加えてもう一つ、ね、別の論文ちょっと紹介していきたいと思います。ということで1999年ですね、ランセットって呼ばれる論文ですね、まあ、非常に有名な論文ですね。でそちらの方はアディッシュさんという方ですね。アディッシュさんはカナダの方だそうですけども、Effect of Consumption of Food Cooked in Iron Pots on Iron Status and Growth of Young Children a Randomized Trial ということで、ポッツっていうのは鍋のことですね、まあ、鉄製のポッツを使ったらどうなったのみたいなところですね、まあ、そういったような論文が出てきます。どういった、ね、背景でこういった論文が行われているかというと、 Less Development Countries Novel Strategy are Needed to Control Iron Deficiency Anemia The Most Common Form of Malnutrition ということで、こちらはね、いわゆる発展途上国の場合ですと栄養失調っていう問題で、鉄欠乏貧血を、ね、予防するときどうしたらいいかっていうのを検討するべきだみたいな話になってきます。こちらの方に関して言うと、エチオピアが対象になっていて、鉄製の鍋を使っている家族とアルミニウムを使っている家族、そういったところを、ね、検討しているというような形になります。で407人のお子様が対象だったそうです。で結果の方を見ていくと、ヘモグロビン濃度ですね、貧血の濃度を、ね、示すような値ですけども、そちらの方を見てみると鉄の鍋を使っている方が貧血の割合が低くて、ヘモグロビンって値が、ね、高かったですよって結果が出てます。こういったところから見てみると、貧血の発生値が低くてアルミ製の鍋よりも鉄の鍋で育てる方が成長が良好でしょうっていうところの結論が出ています。でそういった元にですね、まあ、実験室で研究したそうですね、そうやって見てみると鉄の鍋で調理した方が結果が良好だったというところになってきます。つまりこういったところから見てみると、発展途上国においては鉄製の、ね、鍋を使用していくってことは鉄欠乏貧血予防に有効かもしれないという内容になってきます。今回、ね、2つの論文を示させていただきました。1つ目の論文はですね、亜鉛よりも鉄の方がより重要だと。そもそも亜鉛というのは2018年の亜鉛欠乏症治療指針において重要だと、それよりもさらに鉄の方が重要だという論文と、鉄製の鍋を使っている家族の方が鉄欠乏貧血の割合が低いと、そしてその彼らというのは成長の程度がアルミの鍋の人たちも良かったというところで、ここから見ると非常にいいということが分かると思います。皆さんもね、参考になったでしょうかということで、鉄にぜひ摂取したくなったと思います。最後に鉄についてなんですけども、どういったね食材含まれているかね、最後ちょっと説明していって終わりたいと思います。鉄ね、皆さん2種類ありますよと思って、最後に一見2種類あるのかということでびっくりされたかもしれません。鉄にはですね、ヘム鉄って呼ばれるのと、非ヘム鉄って呼ばれるものがあります。ヘム鉄というのはどちらかですね、肉っぽいものに含まれる、豚のレバー、カツオ、イワシ、マグロ、そういったところに含まれます。それに対して非ヘム鉄というのはですね、ほうれん草、しじみ、アサリ、卵ということで、ちょっと草っぽいとかそういったところですね。ヘム鉄と非ヘム鉄は実はですね、ヘム鉄の方が吸収率が高いと。ヘム鉄は 15% に対して非ヘム鉄 5% ぐらいの吸収率だというふうに言われてますので、肉っぽい鉄の方が3倍も吸収率が高いということになりますので、身長を伸ばしたい人に関して言うと、ぜひですね、豚のレバー、カツオ、イワシ、マグロ、そういったところで摂取されていただくといいんじゃないでしょうか。今後ね、身長に関することに配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。身長ビヨーン。